根津矯正歯科理事長の根津です。根津矯正歯科では小児から成人まで幅広い矯正治療に対応しています。そのため患者様のお悩みや意思をしっかりとお伺いした上で患者様に適した矯正治療を提供しています。一般的に皆様がよく目にされるのがワイヤー矯正と呼ばれるものになります。ワイヤー矯正とはブラケットと呼ばれる装置を一本一本の歯に装着します。そのブラケットにワイヤーを通して歯を動かしていく治療方法になります。当院ではなるべく痛みに配慮したワイヤー矯正を心がけており、矯正の初めは細いワイヤーを使用することで痛みを和らげる取り組みを行っております。ワイヤー矯正の場合、取り外しの必要がなく難しい症例にも対応でき、また他の矯正治療に比べ細かく微調整をすることができるので精密な治療を行うことが可能となります。しかしワイヤー矯正の場合、どうしても装置が目立ってしまいます。そのため見た目が気になる患者様には2つの治療方法をご提案しております。マウスピース型矯正とは、透明なマウスピースを用いて歯を動かしていく矯正治療方法です。一概にマウスピース型矯正といっても様々な種類のマウスピースがありますが、当院では全世界で800万人以上の豊富な治療実績のあるインビザラインを採用しています。また当院では光学スキャナーアイテロを導入しているため、より高精度な型取りができ、短期間での矯正治療が可能です。従来の不快感のあるシリコン印象での型取りは不要です。術前術後のシミュレーションも見れるため、矯正後のイメージも湧きやすくなり、矯正中のモチベーションの維持にもつながります。マウスピース型矯正の場合、目立ちにくく取り外しも可能なため、虫歯になるリスクも軽減されます。またワイヤー矯正と違い、金属アレルギーの方も安心して治療が受けられますが、患者様の歯の状態によっては適用できないケースもあります。ただし1日20時間以上の装着が必要となりますので、患者様の装着率によって治療の結果が左右されてしまいます。しかし取り外しが少し面倒だなと感じる方もいらっしゃるかと思います。そのような方には裏側矯正という治療方法もご提案しております。裏側矯正とは、歯の裏側にブラケットと呼ばれる装置を一本一本の歯に装着し、そのブラケットにワイヤーを通して歯を動かしていく矯正治療です。裏側矯正の場合、歯の裏側に装置を装着するため非常に目立ちにくく、毎回取り外す必要はありません。しかし慣れるまでは発音がしづらい、噛みにくいなど舌に違和感が出ることがあります。当院では小児の矯正治療にも力を入れております。小児矯正は歯並びの改善はもちろんですが、お子様が成長期であれば顎の骨が柔らかい段階で顎が正しい位置になるように治療を進めることができます。大人になってから矯正治療を行う場合、すでに顎の骨格的な成長は終わり、そこから矯正治療をするには無理が生じるため、リスクや治療期間も長くなります。また正しい歯並びや噛み合わせは虫歯や歯周病の予防にもつながります。小児矯正はお子様の将来を考えると非常に大切なものとなります。永久歯が生え始めた時期に一度ご相談させていただくことが理想的です。当院では安心して通院していただけるよう、患者様に丁寧に説明し納得していただいてから治療を進めていきます。歯並びや噛み合わせでお悩みの方は矯正専門医院の当院にご相談ください。